はい、こんにちは、春木時給です。今日ね、ご紹介したいアイテムはこちらですね。クトゥルーですね。死もまた死すべしですね。デスメイダイですね。実はこのゲームね、ちょっと前から入手しておったんですけども、なかなかこの COVID-19 配下でですね、まあ、プレイしてね、ご紹介することができない状況にいたので、今日はこちらのですね、コンポーネントをね、どうなってるかっていうことをご紹介したいというふうに思います。The Game Gallery。 はい、というわけですね、こちらね、クトゥルーね、死もまた死すべしですね。これね、えらいでっかい重たい箱に入ってまして、すごい中身なので、今日はねこちらのコンポーネントなんかをご紹介していきたいと思うわけですが、まあシーモさんなのでね、まあすごい中身なんですけど、まずですね、まあいろいろ細かいのありますけど、まずマニュアルですね。マニュアルのところは実は思ったほど多くなくて、これ20ページぐらいのマニュアルになってますね。クトゥルーもののこの手のタイプとしては割とちょっと少なめなんじゃないかな。マンションとマダムスとかね、すごい難しいですからね。比較的少ないんじゃないかなという感じのね、マニュアルの分量になってますね。一番最初のところでちょっと見てみると、カルト信者どもがまた愚かな儀式を行う。古き神を召喚し、世界を破滅させるため。だが我々は秘策がある。小賢しい儀式を途中で阻止するのだ。うんぬ、みたいなことがね、まあ書いてあるので、一人から5人のプレイヤーが探索者となって協力してゲームに勝利しましょうってね。まあ、いわゆるです。カルト信者たちがね、まあこういうね、どっかで見たいな人たちをね、まあ召喚しようとするわけですよね。それを妨害していきましょうっていうのがね、一番大きいストーリーラインになってるんですね。で、この死もまた死すべしですね、非常に特徴的になっているのは、こうね、二つここに書いてるんですけども、古き物のボックス、クトゥルー編とですね、古き物のボックス、ハスター編っていう風になっていて、まあ、もちろん共通のね、コンポーネントはいっぱいあるんですけども、ここがね、丸々分かれてるっていうね、不思議な構造になってるんですね。これなんかちょっと開けていってみますけども、ここですね、さっき言いました、クトゥルー編とハスター編っていうのがあって、これまたでっかいボックスに、ほら、なっていて、これがね、完全に別なんですね。ここにね、ボックスの中身が書いてありますけども、ボックスの中身はね、まあ、こんな風に書いてるわけなんですけども、だからここを見てみると、これやったクトゥルー本体と、イニシエのもののステージカード、神話カード、配下カード、あるいはその部下ですね、ルルイエトークンとか、クトゥルーの投資ごとみたいな、つまりこのクトゥルーに関したカードとフィギュアが一式入ってますよ。だからこっちのハスターも同じなんですね。ハスターの弟子っていうのが4体いたりとかですね、まあその他のがいますよってなってて、だからこのね、私のこの手のサイズと比べてもらっても分かるんですけど、ね、このデカさね、ここをガバッとこう開けると、今言いましたような関連のイニシエのカードとトークン類が入っていて、これハスターなので、ハスターの弟子フィギュアっていうのがここに入っていて、これね、まあそっちの筋の人からしたらね、もう超絶塗りたいような感じのね、抜群なフィギュアですけども、そしてここのところに、まあハスターがね、すげえ怖えっていうね感じのハスターが入ってる。だからこういう形になってるんですね。なんでこの2台のイニシエのものがこの中に入ってるので、こっちはハスター関連のフィギュア一式と、この必要なねトークン類カードでね、イニシエのカードっていうのはここに全部入ったセットになってますし、もうお分かりかと思いますけどね、こちらね、クトゥルーですね。クトゥルーの方もこっちを開けると関連するトークン類ですね。まだ、ね、私遊べてないんで全然開けてませんけども、トークン類とかカード類っていうのとは、この説明のねこうシートが入っていて、当然この中には、よいしょ、いやでっかいっすねこれね、ほらこれね、私の手とね比べてもらえば分かるんですけどね、このデカさね、これが2体ほど入ってると。まあこういうね、超絶デラックスな構造になってて、いやこれ私クルトゥルーシリーズねたくさん持ってるつもりでしたけど、こいつはかなり来てますね。まあクトゥルボーズとかありますけどね、そうじゃなくてこの一般的なボードゲームの方だとこれかなり来てるますね。だってこれがわざわざそのゲームとしてね登場するやつは違うんですね。このクトゥルーが登場するかハスターが登場するかっていうのでキットが変わってるのね。なんで単純にこの出てくる敵が違うだけじゃなくて、イニシエのね連中の扱うトークン類も丸ごと変わると、こういう仕掛けになってるんですね。でそれと連動する形でこっちですね、これね結構がっつりあるので、これ見えますかね、これね、まあ、シーズン1のエピソード 1,2,3,4,5,6 っていう風にここのところにね書いているわけですけども、プレイするときはここの中の、例えば初めてプレイするんだったらこの、シーズン1のエピソード1ですね。例えばこれだったら冒涜の錬金術なんていうね、ここにね書いてて、ね、ここのとこ書いてますけども、カルト信者よりも悪いものはなんだ、火をつけて回るカルト信者だっていうね、毎夜毎夜イニシエの神を召喚する儀式を行われている奴らの研究施設を破壊できたなら
召喚しようとしているものが何であれそいつに大きい問題を引き起こせるはずだなんていうものがまあ入っていて、こっちにこのシナリオのエピソードのね各キットが入ってるんですね。ただこのゲームプレイするときにはどのシナリオをプレイしますかっていうこのエピソードをまず選んで、なぜかどっちの神かね自由に選べることになってるので、このセットだとこのハスターとこのエピソード1っていうのを選ぶか、例えばじゃあいやいや私今日はエピソード2がやりたいわって言ってエピソード2とクトゥルーを組み合わせるかってね、こういう組み合わせがね自由自在になってるってことがあって、これなかなかねシナリオ的に面白いと思いますね。だいたい普通こっちのねエピソード決まったら出てくるね印象のものが決まってますからね、ここのところが自由に選べるというのがねちょいと変わった仕掛けになってるんですね。でこいつをねちょっと出してみると、このエピソードで必要なトークン類とかね、まあ、使うモンスターとかカードとか意識入ってるわけですが、ポイントになるのはこちらの方のエピソードカードですね。今回ねどういうシナリオかっていうことが規定されてるんですが、この裏面のところですね、裏面のところを見てみるとマップが入ってるんですね。こういうマップでプレイしなさいよっていうのは書かれてるので、あるいはそこのところにね使うモンスターとかも書いてあるので、それらの指示に合わせてね、まあよくねこのクトゥルーシートよく出てくるんですね。マンションマトリスとかエルダーサインのアタラシアスとか、まあ、アーカムホラーとかでもいっぱい出てきますけども、この手の部屋タイルを組み立ててエピソードで指定されたやつを作り上げて必要な、ここにね、まあ、まだまだいっぱいあるんですよ、これね。これね、でっかいフィギュアがね、ごじゃまんと用意されてますんでね、まあ、この辺のところは指定されてるやつを取り出しておいて、プレイできるようにしておく。これがね、またね、まあ、これだけじゃないですね。ここはまあもうちびっこいフィギュアがね、もういっぱいカルト信者とかね、いっぱいありますし、こんな感じね、こっちもありますし、あとは三定の大豆とかね、この下にはめ込むね、このフィギュアにはめ込むための、カラー識別の土台とかあるので、こういう小型のフィギュアものから巨大なフィギュアものまでがバッツリ用意されているので、これは全てここのエピソードで選択されたものを出せばプレイできる。まあこういうことなんですね。なんか全部こんな巨大なやつはプレイ出さなくていいんですよね。その時のシナリオに置いたやつを選択して出せばプレイできると、まあそういう仕掛けになってました。もちろんねこっちね、これプレイヤーの方ですけどね、プレイヤーの方もこの裏面のところにそのプレイヤーのバックグラウンドを書かれていて、こちらの方に様々なパラメーターね、ここねライフだったりしますし、だん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 ね狂気に陥っていくんですけども、狂気に陥ってばいけるほどね特殊能力目覚めるんですね。ここすごいですよね。あのおかしくなればなるほど強くなるってね、どこかで聞いたようなセリフですけども、全員おかしくなればなるほど強くなるっていう特殊な不思議な不思議な人たちっていうのがあるので、まあ、彼らを操りながらそれぞれのエピソードで指定された目的を達成する方に突き進んでいく、まあ、こういう形になってるのが今回のクトゥルーですね。死もまた死すべしっていうねコンポーネントの概要になってるんですね。はい、というわけでね、このねクトゥルー死もまた死すべしなんですよね。やっぱりこの非常に、ね、特徴的なところがあると思うんですね。いわゆるクトゥルーものってこういうマップですよね。こうマップを組み立てておいて、まあ敵が出てくるっていうタイプね、非常にたくさんありますよね。アーカムホラーの一番新しいやつもそうですし、マンションマドネーズタイプもそうですし、まあ、いくつもあるんですけども、これが非常に特徴的なのは、こちらのエピソードですよね。エピソードを非常に多彩に変えられるっていうことですね。でエピソードカードを変えるときに、まあ専用のカードやなんか出てくるっていうね、ここのところがなかなかね、面白い仕掛け。しかもね、これね、持ってみたらわかるけど、すごい重いんですよね。めちゃめちゃいっぱいカード入ってるんですよね、この中ね。いうのがあったりして、このエピソードを選べるってなってることと、この巨大なね、できればこれもっといっぱい出てほしい感じもしますけども、この、クトゥルーとこのハスターですね。この組み合わせは自由に選んでプレイできるよっていうところが非常に独特。で、かつ最近やっぱりフィギュアの出来いいですよね。いろんなフィギュアがこう大量にね、入っているっていうところがね、まあなかなかね、またね、これすげえですよね、これね。すごいの入ってるんですけども、こうしたフィギュアが入ってるっていうところもかなり魅力なんじゃないかなというふうに思いますね。で、あと個人的にね、ちょっと気になっているのは、このマニュアルのところなんですけども、こちらのところのですね、まあ、先ほどありましたね、プレイヤーのね、処理とかもここに書いてるんですが、割と一番最初もちょっと喋りましたけども、ゲーム手順割と簡単なんですね。他のよりちょっとシンプルなんじゃないかなと思うんですけど、ゲーム手順そのものは、ここの12ページから12、13、14、15ぐらいでもう終わりなんですね。これはこの後あのクトゥル系のやつのイニシエモのやつなので、しかもここで終わりなんですね。1ページちょっとしかないんで、割とねルールめんどくさいというか細かいルールが多いやつ多いんですけども、クトゥル系の最近のやつってセットアップのところと細かいこのトークンの説明のところまでがありますが、割とこのやることが少ない。各プレイヤーもちろん協力なんですけどね、インベスティゲーター探索者になったことの手番で3アクションをやって神話カードを引いて
探索もしくは戦闘しなさい、手番終わりと、こんだけなんですよね。なのでやれるアクションのところの概要が非常にシンプルなので、割と他のやつより覚えやすいんじゃないかなと。3アクションのところも進出ってこう移動する系のところか、まあ、攻撃か休息かアイテム交換かっていうね、非常にベーシックですよね。あとはまあエピソード固有なんでね、このエピソードしかできない、例えばこの儀式を打ち破るためのアクションとか、まあ大体よくあるやつですけども、3アクションって移動、攻撃、休憩、交換ですからね。もういろんなのゲームのね、マシバンダークネスって もうどこにでもあるようなやつなので、非常にわかりやすくなっているので、なんか細かいアクションの種類がめちゃくちゃあるやつってね、一時増えましたけども、割とそこはプレイしやすくなってるんじゃないかなと印象がルールを拝見しながら思いましたね。まあこのあたりのところね、まあレビューというよりはね、実際のプレイ動画の方をね、お届けしようと今ね、計画してますんでね、そうしたところで実際ね、ワイワイやっているところをね、一度ご紹介できればな、なんていうふうに思います。はい。というわけでですね、今回ですね、クトゥル、シモまたシスベースのですね、まあコンポーネントね、ご紹介いたしました。次はね、実際のね、プレイ動画の方でご紹介したいというふうに思います。ザゲミチャンネルの春九十九でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。